ウィリー・ネルソンはアメリカのシンガーソングライター、ギタリスト、俳優。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第88位。2011年、ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて第77位。テキサス州法とワース近郊、アボット出身。イギリス、アイルランド、チェロギーの血を引く。 生後間もなく、母親が家を出、父親も再婚したために姉妹と共に祖父母に育てられる。ベーラー大学中退。1950年代から音楽活動を始める。当初はカントリーミュージックミュージシャン、作曲家としての仕事が主だった。1960年代後半のヒッピームーブメントに強い影響を受け、同時に様々な音楽性を吸収する。 1975年のシングル、雨の別には、ビルボード氏のカントリーチャートで1位を獲得し、グラミー賞のベストカントリーボーカル部門を受賞。1970年代半ばからは、ウェイロン・ジェニングスをパートナーとして活動するようになり、数々のヒットを放つ。独特の鼻にかかった歌声、保守的なカントリー界にあって、ヒッピー的なスタイル、雑多な音楽性は異彩を放ち、 保守的な従来のカントリーの主流だったナッシュビルからは異端児と見られ、彼の音楽はアウトローカントリーと呼ばれた。ウィリー・ネルソンといえばポップなカントリーの象徴と見なされることも多いが、フォークやロックのミュージシャンとの交流に見られるように、クロスオーバーな活動を続けたことにより、多くのミュージシャンからの尊敬を集めている。1985年には USA4 アフリカに参加し、 We are the world のブリッジ部分でリードボーカルを取った。また同年、ニール・ヤングやトム・ペティ、ジョン・ウェレン・キャンプ、ジョン・フォガティ、ボブ・ディランらと共に、新自由主義のレーガン政権の農業政策により、困窮するアメリカの農家のためのチャリティーイベント、ファームエイドを開催した。また、ネルソン自身、大学では農業を学んだほか、ヒッピー思想も相まって自然思考が強い。 バイオディーゼルの普及活動にも取り組んでいる。そして同年にジョニー・キャッシュ、ウェーロン・ジェニングス、そしてクリス・クリストファーソンの3人と共にザ・ハイウェイ・メンを結成し、バンドとして3枚のアルバムを出して1995年まで活動した。2009年現在、ハーイ州マウイ島に住んでいる。2015年、ポピュラー音楽によって世界の文化に多大な影響を与えたことを称えて、 ガーシュウィン賞が贈られることが決まった。1982年発表のオールウェイズオンマイマインドは鈴木カルタスの CM に使われている。ありがとうございます。